コートドール県は、フランスの東部ブルゴーニュ・フランシュコンテ地域県に位置するセーヌ川の源泉を要する県。フランスを代表するワインの生産地。1790年3月4日、1789年国民公開によって、かつてのブルゴーニュ州から分割されて誕生した。現在のコートドール県は、旧ブルゴーニュ州と常に密接に繋がってきた。 ジュブレ・シャンベルタンのブドウ畑コートドール県はフランスの県で唯一地理的な名称ではない県名である。コートドールとはフランス語で黄金の丘という意味である。この名は弁護士でディジョン議員1790年国民公会議員であったシャルル・アンドレ・レミアルノーによって選ばれた。秋のボーヌ近郊の広大なブドウ畑が 金色に埋め尽くされることから発想された名称である。コートドール県の地図4ヌ県、ニエーブル県、ソーヌイコールエイコールロワール県、ジュラ県、オートイコールソーヌ県、オーブ県、オートイコールマルヌ県と接する。コートドール県は、ブルゴーニュの入り口に位置し、セーヌ川、ロワール川、ソーヌ川、そしてロワール川の盆地を抱える。セーヌ川の水源地だけは、パリの飛び地となっている。 県は、地市学上、大きく4つに分けられる。南西のモルバン山地、北西のラングルシャティヨネーズ大地、南西のソーヌ川平野、中央部西寄りの大沢地方である。県の最高標高地点は、モルバン山地内のジアン山で、723メートル。最低地点は、ソーヌ川出口の174メートルである。コートドール県の気候は、 大陸性気候の傾向を持つ。ソーヌ川流域は大陸性で、モルバン山地など、標高の高い地域ではさらに山岳性となり、ラングル平野の冬は長く寒く、霜が降りる。総合的に見れば、県は夏に暑く乾燥し、冬は寒く湿度が高く、降雪が頻繁にある。コートドール県は、一般道、高速道路、鉄道、 水上交通の密接なネットワークの中心にある。県経済は約70%がサービス業、25%が工業、5%が農業である。公共工事に関連した建設業、農産物加工、機械工業、金属加工など工業が代表的である。コートドール県は広大な面積を持つが人口密度が低い。県の大部分である。 近郊農村の過疎化にかかわらず、相対的なディジョンでの人口増加は、国勢調査が行われる旅県人口が増加し50万人を超える事実に貢献している。コートドール県のワインは、ブルゴーニュワインに分類される。県庁所在地ディジョンに南接するマルサネラ、コート村から南へ伸びるコートドニュイ地区と、コートドボーヌ地区は、 世界で最も高価なワインとされるロマネコンティをはじめとする高級ワインの産地として知られている。赤はピノノワール種、白はシャルドネ種のドウから作られることが多い。ありがとうございます。